若者たちは希望を求めて文学をはたまた癖まみれのスマートフォンを握りしめて詩を書きためるハローゼット、こんなはずじゃなかった恋でもね、そんなもんなのかもしれない、僕らに足りないのはいつだってアルコールじゃなくて愛情なんだけどな、大事な恋は時間をかけて素直な大人は、もしかしたらって過ぎた子に尻尾振ることもなくなったハローゼット、こんなはずじゃなかったかいでもさ、そんなもんなんだよきっと、誰も知らない優しい言葉で、あの頃孤独を殺せてたらな、写真記録を